ャレンジカップ準決勝、福岡ソフトバンクホークス対オリックス。さあ、そして打席には坂本が入っています。さあ、一打先制のチャンス、早いうちに先制して相手にプレッシャーを与えたいですよ。打ちました、破りました、センター前、チャンスを広げていきます。ランナー三塁一塁となりました。2番バッター川島、まあホークスとしては余計な点は与えないようにしないといけませんよね。はい、さあここはしっかり守りたい。外へのスライダー、ここは見極めています。惜しいですね。はい、変化球わずかに外れてボール、打った、一塁線落ちてフェア、サードランナーホームイン、1点返しました。オリックスバファローズ、浅い、バッターは井村、ツーアウトランナーありません。さあ、勝利まであとワンアウトとなりました。バックをいっぱいに使ってきます。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。打ちました、セカンド取る、これでスリーアウト、試合終了。ソフトバンク、打ちに打ちました。大量